ド路洞ツは六っ放し海面砂に属する海面の仲間である。二酸化系素の骨格を持ち、ガラス海面とも呼ばれる。その外見の美しさからしばしば観賞用として利用される。日本では相模湾や駿河湾などで見られる。ド路洞ツは円筒状の海面で海底に固着して生活している。体長は5から20センチメートルほど、円筒形の先端は閉じ。 基部は、次第に細くなって、ヒゲ状となり設置している。円筒の内部に広い異空を持ち、プランクトンなどの有機物粒子を捕食している。分布は1000メートルほどの深海に限られており、砂や泥の深海平原を好む。回路洞窟は、パレンキメラと呼ばれる陽性を経て発生する。生態となった回路洞窟の表皮や、エリ細胞、柱両組織といった体の大部分はシンシチウム。 である。回路洞結の骨片は人間の髪の毛ほどの細さの繊維状ガラスであり、これが折り合わされて網目状の骨格を成している。これは海水中から計算を取り込み、二酸化系素へと変換されて作られたものである。このような計算化作用は回路洞結に限ったものではなく他の海面も同様の経路でガラスの骨片を作り、体内に保持している。 これらのガラス質構造は SDV と呼ばれる細胞小器官で作られ、その後適切な場所に配置される。回路同結のガラス繊維は、互いの繊維が二次的な計算沈着物で連結されており、独特の網目構造を形作っている。ガラス繊維には少量のナトリウム、アルミニウム、カリウム、カルシウムといった元素が不純物として含まれる。なお、 普通海面綱の海面が持つ海面質繊維は回路洞結には見られない。回路洞結の網目構造内、育湯の中には洞結エビと呼ばれる小さなエビが住んでいる。このエビは妖精のうちに回路洞結内に入り込み、そこで成長して網目の感激よりも大きくなる。つまりは外に出られない状態となるのである。多くの場合、一つの回路洞結の中には、 死ゆ一体の洞結エビが住んでおり、二匹が海面内で暮らす。なお、網目から入る時の二匹は、死ゆが未分化の状態で、内部でやがてメスとオストにそれぞれ分化する。洞結エビは、海面の食べ残しやガラス繊維に引っかかった有機物を食べて生活している。また、海路凍結の網目が洞結エビを、捕食者から守る効果もあるとされる。回路洞窟側は、 特にメリットを享受しておらず、語り強制である。ヘッケルによるスケッチ。右下に、回廊洞窟が描かれている。深海を生息域とする回廊洞窟だが、骨格が計算室で、比較的保存されやすい事、形状が美しいことから、打ち上げなどの形でしばしば人目に触れる機会があった。ビクトリア朝時代のイギリスでは、非常に人気があり、 当時は五ギニーほどの値段で売買されたという。回廊洞結には、回廊洞結の字を当てるが、回廊及び洞結の出典は、中国最古の紙編である死経に遡る。前者は、廃激劇み、後者は、王風、大車に登場する。これらを合わせて、生きては共に追い、死しては同じ穴に葬られるという、夫婦のちぎりの固い様を意味すること,となった。 この語が、回廊洞結中の洞結エビのつがいを表して、用いられ、後に、海面自体の名前になったと言われている。ちなみに、日本の文献としては、平時物語の中に、回廊洞結のちぎりふかかりし、入道には遅れたまいぬというくだりがある。現在でも回廊洞結は、有納能の際の縁起物として需要がある。工業的な側面から、 回路凍結のガラス繊維形成に着目する向きもある。例えば光ファイバーに用いるようなガラス繊維の製造には高温条件が必須であるが、回路凍結はこれを生体内、つまり低温で形成する。またこのガラス繊維を構成する二酸化系素は結晶質ではなくアモルファスであり、かつ光ファイバーと同じように屈折率の異なるコアとクラッドの構造を持つ。 光ファイバーよりも細く、曲げに対しても強い。このような低温条件での繊維形成制御機構を解明し、いわゆるナノテクノロジーや光学用途へ応用することが期待されている。稀に回路同結の内部に3匹のエビが強制するケースもあるという。ベルラボラトリーズ、ファイバー、オプティカルフィーチャーズオブ、エーグラススポンジネーチャー。 p899http コロンスラッシュスラッシュ www.lifesciences.tau.ac.il スラッシュ tepa rtmen ts スラッシュ 0g スラッシュメンバーツスラッシュイランスラッシュドキュメントスラッシュ natur e2003pdf ありがとうございます